仮面。オタック。第62話、ダーティーペア、オープニング、ロロロ、ロシアンルーレット。はっはっは、はぁはっはっは、本編前にオタック団員のみんなに報告があるぜ。オタック団の団員数が1000名を超えて、収益化の条件がクリアできたんだ。まずは協力ありがとう、とっても嬉しいぜ。そしてこれによって収益化の条件をクリアする計画の、正義の暁計画は完了。次は計画の第2段階、実際に収益を受け取って、子供たちのために活動している団体に寄付をする、までを行う計画。正義の旭日計画を発動したぜ。暗い夜は暁によって、正義の朝を迎えたら、次は旭日のまばゆい光が各地に差すはずだ。このチャンネルの動画を楽しんでくれつつ、世界を救うオタックチャンネルの趣旨にも今まで通り賛同してくれたら嬉しいぜ。これからもよろしく勇気。それじゃ本編スタート。パーティーグッズ買いに来たけど色々売ってるんだね。誕生パーティーの盛り上げに使いたいんだけど、これはちょっと怖そうだな。拳銃で風船を割る？ロシアンルーレット。何回吸われるか怖くてドキドキしちゃうよ。ブルブルブルーン、ブルバキューン、ブルブルブルーン、ブルバキューン。は、この声は？はっはっは、はぁはっはっは。ロシアンルーレットといえばディアハンター、緊迫の演技にドキドキでした。そういうガチなやつはドキドキしすぎで見れないから。この世に救いがないならば、俺が救いになればいい。よろしく勇気、仮面、オタック。ディアハンター以外にロシアンルーレットといえば、それはやっぱりダーティーペアのオープニング主題歌ですね。え？なんで？はっはっは、それはオープニング主題歌タイトルが、ロロロ、ロシアンルーレットだからだ。可愛いキャラクターのダーティーペアなのに、主題歌タイトルがロシアンルーレットという物騒なワードが入っている理由をしっかりと考察しなければならないな。いや、私買い物途中だし興味ないからまた今度。カモンペガース、説明プリーズー。なあさあ、ダーティーペアは1985年制作放映のテレビアニメ、原作、高千穂遥か、監督、滝沢俊文、キャラクターデザイン、時出司。制作、日本サンライズ。オープニング主題歌は、ロロロ、ロシアンルーレット。作詞作曲歌、中原芽衣子。レーベルは東芝 EMI。サンキューペガース。というわけで今回は、1980年代半ば、美少女作画で注目を集めたアニメーター、ドキテシによるキャラデザインが衝撃を与えたダーティーペアのオープニング考察だ。確かに可愛いけど。ドキテシといえばアニメうるせえ奴らでも、可愛いラムちゃんを作画した新進気鋭の若手アニメーター、その絵柄は当時最先端の美少女デザインで、こだわりが強い原作者の高千穂氏も認めた、80年代を代表するヒロインキャラクターがダーティーペア、つまりケイとユリの二人なんだ。確かに可愛いけれど私は買い物の途中だ。そしてダーティーペアといえば、高千穂氏の原作から入った SF ファンと、アニメから入ったアニメファンの二通りあるんだが、人の話を聞いてよ。俺はうるせえ奴らを経由してダーティーペアのファンとなった、いわゆる一番ミーハーなファンかもしれない。だけどこの経由のファンが一番多かったのもまた事実。ちなみに原作小説版のイラスト、挿絵は、高千穂氏の妖精で安彦義和氏が描いている、同志原作のクラッシャー城も安彦氏が挿絵を描いているから、どれだけ高千穂氏が安彦氏のキャラデザが好きだったか計り知れるな。買い物。安彦氏のダーティーペアは劇画調で何やらハード SF なイメージだけど、この絵柄だとケイとユリの二人が19歳には見えません。でも剣月影先生で鍛えられた私めなどは、劇画調の女性を見ればエレクチオンレーダーが即時反応。これはこれでとても魅力的ですな、グッヘッヘッヘ。いや、だから人の話を聞いてよ。勝手に話進めてグッヘッヘッヘはないでしょ。いやいや、今回は俺の大好きなダーティーペアの経、そのオープニングを考察できると思うと、なんだか気持ちが暴走しておとなしくしてられないんだ。いや、好きなキャラクターがいてテンションが上がるのはわかるけど、でもどっちかっていうとあんたが好きなのんちゃんにはユリの方じゃないの？確かに青い髪のロングストレートはのんちゃんとユリが似ているし、ケイの赤いショートヘアーはメグちゃんに近いんだけど、ケイのグラマラスで健康的な小麦色ボディは、俺のリビドーにバッチリと合致するもので、さらに少年役の声が多かった頓宮京子さんの、ケイのちょっと乱暴な声とセリフに萌え、さらには頓宮さんの声というだけで、ベニバチさんよりプロゴルファー猿の猿谷猿丸に萌える始末、猿を見ながらケイに思いを馳せたケイファンは多かったはず。いや、そんな想像力発揮する人は少数でしょ。チャンネル登録よろしくメカドック。実際タケノコの里対キノコの山戦争みたいに、ケイとユリとで派閥ができてたのは確かだ。だけど相手を卑下するような戦いじゃなくて、どれだけキャラを好きかを話す微笑ましい論争なんだよ。例えばあんただったらなんて言うの？やっぱりオープニング映像のようなハイキックはユリよりケイの方が暗い害があると思うんですよ。そのたくましく太ましい太ももから繰り出されるハイキック。太もも好きだな。
その重量級の衝撃を好みに受ける至福の瞬間、それは相手が健康美の赤毛ショートヘアーの系だからこそ、系のシルバーのブーツに生ビールを注いで一気飲みしたいです。もう系とかユリとか関係なく気持ち悪いんだよな。まあまあ俺の思考は置いといて、そろそろオープニング考察を始めよう。やっぱり考察するんだ。だったら手短で頼むよ。まず最初のイントロなんだが、ここでいきなり中原芽衣子さんの声がサンプリングされ、カットアップと言われる技術でリミックスされている。カットアップ？この、ロロロロロロロ、ロシアンって部分だな。このイントロ前のロシアンでいきなりびっくりさせてくるのさ。確かに今までにない出だしだよね。このサンプリングの後にイントロが流れるんだが、カッチングギターにチョッパーベースと大変ノリのいいイントロで、ノリが良く、楽しいはちゃめちゃな作品、というのが伝わってくる、ダーティーペアの内容そのままのイントロだな。ノリがいいねー。実際のところ、歌詞を深掘りしようにも大したことを歌ってないのさ、言葉の意味はわからんが、とにかく大したノリだみたいな感じだ。唐突な筋肉マン。本編もそうだけど、ダーティーペアは、楽しく、ノリよく、賑やかなオープニング主題歌と言えるだろう。ちなみにノリがいいといえばユリ役の島津紗友子さんは、うるせえ奴らで三宅忍役、ザブングルでラグ役、さすがのサルトビでマコ役、ゼータガンダムでフォー役と、主役級の様々なヒロインキャラをノリよく演じたり、そのどれもが人気キャラだったから、プロゴルファーサルで K を無双するしかなかった、K ファンの心を魚でして、好きだけど憎い声優さんでもあったんだ。魚でされてたのはあんただけだと思うよ。だって島津さんばっかりユリばっかりいろんな作品で声が聞けてずるいんだよな。というわけでイントロ部分の映像を見てみよう。ずるいって、人気声優さんだったら仕方ないじゃん。まず車のライトのような光に照らされる。その光は左右に動くから車のライトじゃないけど、これは何の光なんでしょうか？そしてその光に照らされる景が映る。ユリより先に景が出てくるわけで、ダーティーペアの主役は景で決まりですな。その景が大きく腕を振りかぶるアクション、躍動感あるアクションが景には似合います。もうこの段階で私の心はロシアンルーレット。意味がわからないよ。ケイが銃を構えるシルエット、光で輪郭部分だけが視認できる状態ですが、この状態でもケイが可愛いのが丸わかり、さすがのドキテシケイだな。思い込みじゃ。そんな魅力満載のケイが銃を発射、ケイの銃は熱線銃なのでドラえもんの道具と同じ、さすがどちらも時代は22世紀、もはや武器は熱線の時代。熱線銃でガラスが割れると、足でリズムを取るケイとユリのブーツが見える、その尖った靴先で蹴飛ばされ、かかとで思い切り踏んでほしいですな。今回もフェチを隠す気ないな。そして視点は足元から上へとスライドしていくと、生めかしい二人の太ももが、日本太もも愛好会会員としては、一瞬も見逃せない白と褐色のエクスタシー。そんな会があるのか。さらに上へと視点が上がると K のくびれに、ユリのお尻が見えてきますが、これには日本くびれ研究会会員、日本おしっぷ探究会会員の私は大忙し。どんだけ変な会に入ってるのよ。まだまだこんなものでは終わらない、日本は木下工場委員会、日本に脳で連絡会としても見逃せない映像が、全く油断できません。眼福眼福。あんたが日本の民度を下げてるんだよな。そんな魅力あふれる二人のご尊顔をついに拝めてホクホク。やっぱり K が可愛すぎてそっちにしか目がいかないですな。ユリも可愛いんだけど派手な演出には K が似合うんだよな。そして有名なオープニング映像で一旦決め、ここまで8秒、情報量多すぎじゃないですか？個人的には大好きです。まだ8秒なんだ。ダーティーペアのロゴが光ると二人は逆に暗くなってシルエットに変化、シルエットになっても K は魅力的ですな。もうなんだっていいんじゃん。ここから怒涛のロゴ演出に入るんだが、まずはメタリックに光るロゴ、さらにダーティーペアが光る。その後にカタカナ表記のダーティーペアにピンクの閃光が瞬くと、ロゴに少しずつピンクが着色されていく。さらに背景は宇宙をイメージさせる方眼に変化し、ロゴはすべてピンクに変化完了。1985年の文字がなぜか誇らしい。綺麗な色だけど。そんな鬼演出で出来上がったロゴを惜しげもなく飛散させるさらに派手な演出。ここまでスタートからわずか15秒。確かにスピード感あって賑やかなイントロ映像だね。実際のところ、15秒のイントロの割には情報量が多すぎるんだな。落ち着いて見れるタイプのオープニングじゃないことがわかるぜ。賑やかって言ってたし、勢いとノリが重視の映像なんだね。そして中原芽衣子さんの歌声で最初の歌詞が歌われるんだが、実はテレビ版の1番の歌詞は、オリジナルでは2番の歌詞なんだ。つまり1番の歌詞は無視されて2番から歌われているんだな。なんで1番を無視したの？理由はわからないんだが1番の歌詞が、賭けのない恋などつまらない、いつもハラハラドキドキさせてよ、退屈な時には誘われちゃうのよ、悪い心が止まらないと。主役二人を説明するにはちょっと尻がるすぎるというか、恋愛や遊びに自由すぎる歌詞で、イメージを壊すからオープニングでは2番を採用したのかもしれないな。
イメージが違うんだ。アニメ本編では、ビーチをトップレスで遊びに行って、男たちの視線を集めるつもりだったのにとか言ってるから、そんなにイメージ違わないと思うんだけどな。大胆なヒロインだね。さらにサビの歌詞も、鈍く光ったマグナム持つたび、細いラインに電気が走るわ、一か八かであなたを虜にするまで、私危険なロシアンルーレットと、ちょっとエレクチオンをイメージさせるダブルミーニングな歌詞で、オープニングでは2番のサビ歌詞に入れ替えられている。ダブルミーニング？まあ、ダーティーペアの二人が持つ光線銃を意味するマグナムと、男性機の隠語としてのマグナムのダブルミーニング。もちろん私のマグナムも鈍く光っておりますぞ、ぐってってって。収益化されてもこの下ネタ、聞かなきゃよかった。オタック団員、募集中。というわけで本来は2番歌詞だが、オープニングで歌われる歌詞を確認しよう。今夜秘密のカジノにおいでよ。たまにゃ無謀な遊びに酔いしれ。落ちてゆくような気分は慣れたら怖いよ。癖になりそうなエクスタシーだ。なんとなく大人っぽい歌詞というか。テレビの前で見ていた時、親兄弟がいるのにエクスタシーとか歌われて、無駄に恥ずかしい思いをした団員も多いと思う。確かに。さらに歌詞は本編にリンクしてるわけではなく、なんとなくイメージさせる歌詞。このあたりはキャッツアイと同じイメージ先行歌詞だな。80年代中盤に流行ったヒットチャートを意識したアニソン、タイアップと言ってもよく、アニメタイトルを歌わない、これも時代の新しいアニソンだな。おしゃれな感じでもあるね。歌の中原芽衣子さんは前年の1984年に、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。をヒットさせた実績があったから、このロロロロシアンルーレットのヒットを狙ったのは間違いないな。実際いろんな歌番組で中原さんが歌ってた覚えがあるし、レコードジャケットも中原さんバージョンがあるし、というわけでこの部分の映像を見てみよう。え？歌詞の考察はしないの？イメージ先行だからな。あえて言えば恋愛の興奮と危険、ダーティーペアの活躍をロシアンルーレットに例えている歌詞ということだな。君たちキウイパパイヤマンゴーだねとか作詞する中原さんのセンスはすごいけど、考察向きではないしな。それよりも今回は映像の情報量が多くて、映像の説明に時間を割きたいのさ。多分だけどキャラ萌えしたいだけでしょ。ダーティーペアにケイトユリにキャラ萌えせずに主張していたキッズは例人だからな。というわけで最初の映像だ。いや純粋にストーリーとか楽しんでた人もゼロじゃないでしょ。いやゼロだ。公衆電話らしきプッシュボタンを押す男性の手、3とダブル、そして A、これで 3AA ということですな。 3AA? 3AA とは正式な呼称がラブリーエンジェルの2人が所属する組織であり、銀河連合があらゆるトラブルに対処する専門機関として設立された世界福祉事業協会なんだ。そんな電話の先はピンクの電話、取るは黄色の手袋、それははい、ユリです。ケイ派の俺でさえユリのこのチャーミングな笑顔にはケイを寸前、ユリもすっごく可愛いですな。可愛いきゃ誰でもいいんでしょ？可愛いきゃ大体いいんですよ。そんなユリの電話対応の姿は、実は街の雑踏のモニターで放送中。そんな電話対応の様子に 3AA の文字が、さらにインフォーメーションとされていて、街行く人に 3AA からのお知らせ CM だったことがわかる。だがそんなインフォメーションには誰も関心を示さずに、人々の歩みは止まらない。そして視点が足元に映ると何やらピンクの猫の姿、さっと逃げますがその後を四つん這いで追うユリ。雑踏でこんな可愛い子が四つん這いでいたら、私もオス猫になって四つん這いの大発情ですよ。相変わらずのキモさ。そのユリの前を横切るピンクの猫、ディズニーのチェシャ猫みたいな鮮やかなピンク色で、綿飴にも見えますな。確かにチェシャ猫っぽいけど。そんなユリを梅雨払いにダーティーペアの真打ち登場、我らがケイの足元が映る、そのブーツに生ビールを。気持ち悪いこと言うのはやめて。その足元がスライドすると両足のブーツ、これはビールがブーツで2杯飲めるということですな。いやだから。視点が上に移動するとケイのむっちりとした太ももが、日本太もも愛好会推薦の太ももとしても問題ない、ビューティフル太ももですな。さらに視点が上がっていくと、ホットパンツが見え魅力的なおヒップが、この胸騒ぎの腰つきに日本おヒップ探求会も最高得点判定。その変な愛好会とかどこにあるのよ。今度は見事な腰のくびれと張りのある二の腕が、日本くびれ研究会に日本二の腕連絡会も大忙し、10点例の文句なし満点。やけに細かく映像を見ていくな。キャラ萌えしながら考察してるから、K のシーンはできる限り引き伸ばしたいんだよ。それにダーティーペアの設定では、地肌にポリマーなる特殊耐熱透明ジェルを塗布していて、少々の衝撃やレーザーの擦過程度には耐えられる。シャワーを浴びるなどで全裸になるときは、専用の耐熱ジェル除去クリームで剥がし落とすとのこと。そのクリームを塗ってあげたいとか言うんでしょ？いやいや、除去クリームでジェルを落としたシャワーのお湯を集めてろ過した後に、表千家の作法でお茶を立てて、一句読みたいと思っていますよ。風流だけどキッも。そしてついにケイの横顔が、負けん気が強そうな唇に、キリリと凛々しい眉毛、逆立つ赤毛にキュッと結んだ鉢巻きがいなせですな。
この系の凛々しい横顔を見ているだけでも歌詞通り癖になりそう。エクスタシー。そして一瞬こちらに視線を移すと、またしても横顔で走っていく系。系には凛々しい顔が似合います。エクスタシー。エクスタシー言いたいだけなんじゃないの？系が消えてしまうと画面には該当モニター、何やらモニター画面の中で爆発が映る。爆発が収まると浮遊している物体が、その浮遊物体が近づきよくよく見れば、ユリと系の乗る飛行メカ、なぜかその飛行メカが画面から外に飛び出すびっくりアクション、どんな理屈で画面から飛び出れるんでしょうか？そのままユリのアップ、胸元が気になりますが、やっぱり系のこの凛々しくも可愛い顔を見てしまえばユリの胸など忘却の彼方ですよ。確かに魅力的なキャラだと思うけどあんたが押せば押すほどなんか引くわ。そして後ろのモニターではユリの顔、ケイの瞳、ケイの横顔、振り向く系、ユリの瞳にユリの顔と、立て続けに二人の映像が映る。勢いというか展開がすごいね。実はこの目まぐるしくノリのいい映像なんだけど、構図としては街灯を定点で捉えてる、この構図だけなんだ。確かに言われてみれば。わっちゃわっちゃと情報量の多い映像なのに構図は定点、このあたりも素晴らしいセンスと言わざるを得ないが、ケイとユリの魅力さえあればどんな構図だろうと関係ないとも言える。結局見たいのは二人の姿なんだね。いや、結局ファンが見たいのは耐熱ジェル除去クリームでポリマーを落とすケイとユリなんだよな。結局キッも。ケイにも旭日計画発動中。それじゃ次の歌詞だ、ロシアン、ロシアンルーレット、今すぐ心に白黒つけてだ。ここでタイトル名のロシアンルーレットが出てくるが、白黒つけろとは何を白黒つけるんですかね？恋愛事情を白黒つけるのか、命の賭けを白黒つけるのか、ケイ派かユリ派か白黒つけるのか謎ではありますが、キリスト教はカトリックとプロテスタント、イスラム教はスンニ派とシーア派にはっきり分かれてるので、ケイとユリ、どっちも好きとは許されないんだろう。いや、宗教を例えに出すと収まらないからやめて。そして次の歌詞は、鈍く光ったマグナム抱きしめ、少し怯える可愛いエルフィン、命を懸けてあなたを虜にするまで私危険なロシアンルーレットだ。命を懸けて虜にしようとは、確かに危険な女性なんだけど、ケイが相手なら引き金引くだけの価値はありますよ。はい。それより少し怯える可愛いエルフィンの、エルフィンって何なのよ。そんなのSZエルフィントラックに決まってるだろ。というわけで最後の歌詞なんだが、いや絶対違うでしょ。ハラハラドキドキダンスダンス、ウキウキワクワクチャンスチャンス、ハラハラドキドキダンスダンス、ウキウキワクワクチャンスチャンス、覚悟を決めてだ。もう言葉で直接表現しているな。ハラハラドキドキウキウキワクワクが、ロロロ、ロシアンルーレットのキーワードなんだ。ダンスとか繰り返してノリノリだね。最後の覚悟を決めても決め台詞としてかっこいいな。もちろん私は軽派としてすでに虜にされておりますゆえ、いつでも覚悟完了、ロシアンルーレットウェルカムです。その前向きなキモさなんとかならない？それじゃここまでのお楽しみ映像を見てみよう。ダーティーペアは映像だよ兄貴とドズル中将も言っておられる。左右から走ってくる K とユリ、モニターには K の瞳が大きく映される。互いに交差しながらおっとっと、戻っていく二人、後ろの K も可愛いですな。二人はアイコンタクトで何やらアクションを決めたい様子。ここでも可愛いのはやっぱり K、その汗の染み込んだハチマキをおにぎりの具にしたいなり。変態のバリエーションが豊富だな。そんな二人が肩を寄せ合っての拳銃を抜くアクション、K が大型、ユリが小型の拳銃ですが、そんなことより K の脇に顔をうずめて深呼吸したいです。団員さんが思わずチャンネル登録解除するほどのキモさだよ。そして二人は大きく振りかぶっての。はい、ここで動画を一時停止していただいてもいいですよ。堪能できる映像からの拳銃をバーンと構えます。一時停止を考えてあげる分、サービス精神は豊富なんだよな。銃を構えた後に二人は再びアイコンタクト、互いの銃をグラスのようにガッチャーンと乾杯のように合わせて、楽しげに笑う二人、ここで二の腕プニプニしたいです。欲望が抑えられなくなってきてるけど、むちゃくちゃ細かく映像確認してない？ぶっちゃけ過去最高にオープニング映像を確認してるぞ。コマ送りで確認してるレベルだ。それだけ映像のスピード感がすごくて、二人の表情がガンガン変わっていくから、見逃せないんだよな。熱意はあるんだよな。そして何やら黒ずくめの怪しい一段がモニターに映る、その一段の後ろを追いかける黒服。だがそれは変装した系、ベロッとおどける系も可愛いですよ。そんな黒集団のサングラスをかけたユリが現れますが、横を向くと何やらびっくり。この驚き具合、ユリの表情豊かなところが人気の秘訣。びっくりしすぎでしょ。何をそんなにびっくりしたかといえば、ミサイルが思いっきり飛んできてるから、こんな街中の雑踏で重火器を使用されたらそりゃびっくりもしますわ。なんでミサイルが？このはちゃめちゃ具合はダーティーペアが SF スラックスチックアクション作品の証、同時期のうるせえ奴らと同様ですな。ミサイルが通過すると上から K が降りてくる、まるで天女のような降臨に私などは滑り込みしての、人間クッションとなってブーツで踏まれたい所存。いや、
だから。そしてミサイルを視認すると迷いもせずに熱線銃を3発発射、雑踏で躊躇なく銃器使用するとは、やっぱりダーティーペアの名前は伊達ではないですな。通行人がいるでしょ。そしてミサイルは射撃を受けてめでたく爆発、雑踏でミサイル爆発させちゃダメなんですが、ダーティーペアの被害としてはこんな女の口。そうなんだ。惑星を破壊してしまうことに比べたら、雑踏でのミサイル爆破なんてビビたるもんだろ。惑星破壊。モニターでは女性の唇のアニメーションが何やら喋っていますが、宇宙船が空を飛び、黒ずくめの一団も走り出す、そんな一団を追いかける二人、K かわいいよ K。そしてモニターに映る K の格闘技アクション、このハイキックはぜひいただきたいでござる。あんたなら一撃でぶっ倒れちゃうでしょ。そんな太ももの誘惑に、好みを投げ出す妄想につける暇もなく。今度は上半身の格闘アクション、裏剣もバッチリ決まってます。ユリも現れ二人で組手が始まりますが、ユリのハイキックにびっくりする系が可愛いですなぁ。今回コマ送りで見つけた奇跡の映像、いやー見返してみるもんです。そんなお宝映像なのか。ユリのハイキックをしゃがんでかわす系、ユリのおヒップに目を奪われているとくるりと回って、こちらを向くユリですが、系にも負けないアクションで可愛いですな。結局可愛かったらどっちでもいいんだよなぁ。それは否定できない。で、腰のホルスターから銃を抜く系の全身シルエット、これってコブラでも同じ構図があってかっこいいです。そしてユリが現れれば、有名な指出番の決めポーズ、この構図が曲の決め部分と合わさって、オープニングのキーとなる映像でもある、この指番シーンを K バージョンで作っていただきたい。ちゃめっ気ある表情ができるユリちゃんだから映えるポーズなんでしょ。お前にダーティーペアの何がわかるって言うんだよ。全部 K でいいんだよ。ユリはいい、K を映せ、K の戦いぶりを。あんた、酸素欠乏症になってるんじゃ。誰がテムレイだ。指板でガラスが割れる映像を挟んで、モニターには 3AA のビルが映る、上空から見ると 3AA の形してるんですね。そんな無駄にこだわった建物から色とりどりのサーチライト、というかライブの照明みたいですが、ノリノリの本部ですな。そして最後は二人が光りながらモニター前から、モニターの中にバックジャンプしながら入っていく。なんでみんなバックでジャンプするんですかね。まあバックで合体しない分、表現はマイルドですな。バックで合体言いたいだけだな。そんな二人が髪の色と同じ光で輝くと、躍動感あるポーズで決め、ここでも K は銃を抜いて歩き十分。そして少しずつ暗くなっていくと、電話番号と各種言語で、あらゆる揉め事を解決いたしますと表記。ちなみに電話番号は、3AA で、59634、ご苦労さんよなんですね。とまあ、オープニング映像だけで、126枚取り出した俺を褒めてあげたい考察だ。考察っていうか、今回はただオープニング見て燃えてただけじゃん。普通にキモいだけのアニオタでしかなかったよ。原作は別にして、アニメのダーティーペアは面倒な考察は無粋だ。頭空っぽにしてケイとユリの活躍を眺めながら、キャラ萌えするのが正しい楽しみ方だと思うんだ。それがキモいアニオタというのなら、俺は喜んでキモいアニオタと呼ばれよう。そのキモいアニオタこそがダーティーペアを真の意味で楽しんでいるからだ。なんか気に障ったならごめん。それにキモいアニオタってのは、K のホットパンツのハイキックを酒の魚に、K のブーツにビールを注ぐのを無双してビールをたしなむ。それはあんたじゃん。あるいはジェルを洗い流したシャワーのお湯をろかしてお茶を立てて。だからあんたじゃん。ならば汗を吸い取った鉢巻きを煮しめておにぎりの具に。あんたしかいないじゃん。じゃあブーツで踏まれてハイキックされながらジェルを洗い流した水のお茶と鉢巻きのおにぎりで空腹を癒せばいいんだろ。だからそれはお前の欲望だろうが。たまには私と無謀な遊びに酔いすれて。それに慣れたらガチで怖いですー。ダーティーペアは公式動画が確認できました。概要欄にリンクを貼りましたのでぜひご視聴ください。やはり理屈など後回しで、ノリや可愛さ、はちゃめちゃさを楽しむ作品だと思いますし、大いに楽しめる作品です。また今回から正義の旭日計画が始まりました。今までありがとうございます。これからもチャンネルの趣旨をご理解の上動画を楽しんでくださると幸いです。そしてグッドボタン、チャンネル登録で、暁のオタック団に入団していただけると大変嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。リンダ、今回は大した内容じゃないくせに、映像の取り込みに時間をかけて編集が大変だったらしい。キモいオタクの自業自得だな。そして来週はゴレンジャーのエンディング？以前オープニングは取り上げたが今回はエンディングか。きっと、バンバラバンバンしたいだけだな。それじゃ来週金曜日の18時にまた会おう。サービス。